それでその帰りにちょっとたまたま、娘が、ちびデビって知ってますかね。あ、そんな知らないですね。ちびデビっていうなんか漫画がね、あって、それが欲しいっていうことで、ブックオフ行ったんですけど、なくてね、僕がたまたま見つけた本が、こういう本があって、七福神で夢を叶えるっていうね、本なんですけれども、千葉さんって、強運の千葉さんって言いますよね。で、あの人が七福神で強運になる方法とかっていうビデオを出してるんですけど、それでちょっと七福神っていうのが目についてね、買って読んだんですけど、結構面白くてですね、特に何の話かっていうと、細胞をね、元気にする、細胞を活性化させる方法っていうのがいろいろ書かれてて、で、この方はですね、ちょっと不思議な方で、細胞の声が聞こえるんですね。自分だけじゃなくて、人の細胞の声もね、聞こえるんですよ。どういう今、細胞、この細胞はどういう思いでいるかとかね、いうことが分かるそうなんですけど、その細胞をですね、その中であった話の中で、これ面白いなと思ったのが、その60兆の細胞を喜ばせる方法っていうのがね、あるんですね。で、この皆さん一つ一つの細胞を喜ばせると、細胞って元気になりますよね。で、細胞にもですね、その意識とか意思があるっていうんですね。細胞一つ一つに意識があると。で、それを喜ばしてあげれば、細胞はどうなるかっていうと、当然元気になるわけですよね。じゃあ、喜ばせるにはどうしたらいいと思います？単純に考えて、細胞を喜ばせようと思ったらどうしたらいいと思います？細胞をね、これを人に置き換えるといいんですけど、人を喜ばせようと思ったらどうします？それと同じことをすればいいということなんですけど、人を喜ばせるときってどうしますかね。例えば褒める、まさにそうなんですよ。褒めるんですね。褒めると、細胞元気になるっていうことなんですよ。で、案外自分の細胞ってね、あまり意識しないし、褒めたりってしないと思うんですけど、褒めるとね、この細胞が喜んで、そして元気になって、もっと言うと光り輝いてくるっていうんですね。で、よくオーラって言いますよね。人のオーラがどうこうっていう、あの人のオーラは輝いてる。これもやっぱり細胞が、元気になって光ってきてる状態だそうなんですね。で、一つの例として、矢沢永吉さんって言いますよね。多分知ってると思うんですよ。誰でも名前ぐらいは聞いたことあると思うんですけど、あの人はですね、毎日かどうか知らないんですけど、鏡に向かってですね、矢沢最高だぜって言ってるみたいなんですね、自分でね。それなんですよ。結局、そういうふうにね、自分自身をこういうふうに最高だぜっていうことを言ってたら、豚もおだてりゃなんとかって言いますよね。それではないんですけど、最高だぜ。これはね、男性の場合はこういうふうに言ったらいいんですけど、女性がなんか鏡に向かって、最高だぜとか言ってたらなんか変ですよね。女性の場合はどうしたらいいかっていうと、自分に、例えば綺麗とかですね、あるいは可愛いとか、素敵とかですね、そういう言葉を、別に鏡に向かってじゃなくてもいいし、自分の体を意識して、そういう言葉をかけてやる。っていうだけでも、実は細胞はね、喜んでるそうなんですね。で、そうすると、元気になってくる。っていうことが、書いてあって、あ、そうだなというふうにね、なるほどなと思ったんですけれども、そういうちょっとしたことなんですけども、自分の、体、細胞に意識を向けるっていうことをですね、していただくと、それだけでね、結構細胞さんは元気になっていく。で、その時一つ、ポイントとしてはですね、例えば、人から褒められる時ってありますよね。すごい素敵ですねとか。で、そういう時に普通の大抵の日本人は、いやいや、そんなことないですよって言うんですね。で、これが、拒否することになっちゃうんで、例えばね、素敵ですねとか、何でもいいんですけど、綺麗ですねとか、褒められた時に、普通はね、あ、いやいや、そうじゃない、僕もよく言っちゃうんですけど、いやいや、そんなことないですって言うんですけど、そうすると、その自分の周りにね、バリアができるそうなんですね。大体10センチから15センチぐらいのところにバリアができて、その褒めてくれた言葉を、弾き返しちゃうんですよ。で、細胞が受け取れないんで、そういう時はですね、素直に、ありがとうございますとかね、あ、嬉しいですって言うと、その言葉が細胞に染み込んでいって、そして細胞が元気をもらって、また光り輝いていくっていうのもあるそうです。だから、人から褒められた時には、素直にね、
お世辞でも言われたら素直にまあ受けるっていうのが一ついいんじゃないかなっていうことをおっしゃってました。あ、それもね、そうだなと。そうするとますますね、細胞が元気になっていくっていうのが言われてましたので、まあ、一つちょっとしたことですけど今日からね変えれることでもあるので、やってみていただくといいかなと思います。